記載した書面を交付しなかった、ね、説明、去年の法改正で説明は省いていいんですけど、書面の交付はしなければいけないので、相手方の宅建業者でも重要事項説明書の交付は必要ということですね。はい、2番、建物の賃借の売買において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨を説明したが、その整備の見通しまで説明をしなかった。なんかこう聞くと、見通しなんか説明しちゃっていいのかなと思うんですけど、これ違反するんですよね。これは都市ガスの未整備の場合、飲用水、電気及びガス、供給並び排水のため、施設の整備状況を、これは説明する必要がありますということですね。整備されなかった場合は、見通し及びその整備について特別の負担に関する事項、宅地建物の売買、交換、宅地建物の賃借とも重要事項として説明しなければならないので違反しますということですね。こういうふうにですね、建物の売買、交換の場合でも、建物の賃借の場合でも、両方ですね、こっちは、売買の場合でも、賃貸の場合でも必要になりますね。はい、3番、宅地の売買の売買において、当該宅地の一部は市道の、敷地となっていたが、買い主に対して市道の負担に関する事項は説明しなかった。これは違反するですね。市道負担、建物の賃借売買代理以外では、市道負担に関する重要事項は説明しなければならない、ということですね。4番、建物の賃借の売買において、建物の区分所有等に関する法律に規定する占有部分の用途、その他利用の制限に関する規約の定めがなかったので、そのことについては説明しなかった。はい、これは違反しないと。これは規約がないときは、ね、説明がないということですね。占有部分の用途、その他利用の制限について規約の定めがあれば説明する義務がありますけど、定めがないのに説明のしようがないという、ね、簡単な引っ掛けですね。で、補足で区分所有の、占有部分の賃借の売買と代理では以下の2つだけが、ねありますね。占有部分の、用途、その他利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容あるときは、あと当該一棟の建物及び敷地に管理が委託されているときは、その委託を受けている、管理会社の、氏名及び住所、法人にあっては、称号とかですね、それを、説明しなさいということですね。2つだけですね。定めがあるときと、それと管理会社とですね。だからおそらく管理会社は必ず大体あると思うんですけど、自主管理というのがたまにあるので、そうですね。はい、じゃあこの改変問題を、40秒でお願いします。終了できます。お違反しないですね。はい、宅地建物取り、の取得者また借り主なるものが宅建業者である場合において重要事項の説明は説明要せず、交付で足りるようになりましたと、ね、先ほどの改正の問題ですね。はい、じゃあこれを、40秒でお願いします。はい、その通りです。違反するですね。はい、これは先ほどの分のちょっと引っ掛けにもなるんですけど、実は売買の場合には説明義務がないんですよね。これ賃貸の子だけいるんで、ここがちょっとミソですよね。だからこれがさっきの話で、これが売買の話になったら、また反対側の方になりますので、ね、こちらの方になりますよね。どういう理屈で
そうなんですよ。だから重要事項ってね、結構ね、まあその、まあ、霞が関の役人が作ってるからかもしれませんけどね、その重要事項説明書には賃料の、ね、記載は必要ないになってますからね、一応ね、それ絶対揉めちゃうんで、どこの業者さんも賃料書いてますけどね。だって最初の時に家賃がいくらか分からずに契約する人っていないと思うんですよね。割となんか常識的に考えたらこれはこうだなっていうふうに解くと合っていることが結構多かったりするので、こういうパターンもあるんだよね。ああ、そうですね、ありますよね。はい、じゃあこれも、40秒でお願いします。これさっきのやつちょっとだけ、ね、いじってるんですよね。建物賃借以外に必要ということなんで、売買の場合は主導負担の説明は必要ですけど、賃貸の場合は必要はないと。重要事項の説明と。だから例えば、まあなんとなくですけど、簡単に考えてもらったら、買う人はここの前の主導だよと、人の土地だよと、将来この建物をどうこうするときに建てれる建てれないとかに携わってくるよってことですけど、賃貸のアパートで例えば大学生で3年ぐらい、まあ、まあ4年間住むと、大学生4年間住むと、あんま指導関係ないですよね。別に建て替えもしないし、ね、通れて家に帰れたら別にいいと、ね、だから なんとなくそんなイメージで考えてもらったらいいと思います。売買のときは指導が必要だけど、賃貸の時は指導の説明は必要がないと。はい、そしたらこの問題を2分でお願いします。じゃあ解説ありますね。はい、1、農地所有者が、その所有する農地を 宅地に、転用して売却するときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合はこれを業として営む場合でも免許を要しない。これは農協だろうがバスですよね。ただ宅建業法の規定で適用されない団体がいくつかありますが、農協はそれに入りません。はい、でまあ、こういう補足がありまして、まあ、国、地方、公共団体は、ね、大丈夫ですし、あと国の機関、都道府県、市とかですね、あと都市再生機構、都市開発公社とか、まあ、こうパブリック的な機関ですよね、そう思っておいてもらったらいいと思います。はい、で2番、他人の所有する複数の建物を借り
自ら所有する建物を賃借する場合は免許を必要としないと、はい、これもそうですね、罰ですね。借り上げの場合でも、一つ前に出たサブリーあの借り上げの問題と一緒ですよね。借り上げている場合は貸し主の立場になりますので、ね、必要ありませんね。はい、で3番、破産管財人が破産財団の管轄のために自ら売り主となり、宅地または建物の売却を販売継続して行う場合は、その売買を業としていたの営む者は免許を必要としない。これ罰ですね。はい、まあここですよね。なんか破産管財人とか、ね、自ら売り主となりって言ってますけど、その売買を業として営む者に依頼をしているわけなんで、これ必要ですよね。そうですね。まあ誰から依頼されたかについては免許のね、判別する上でね、考える必要はないんですよね。はい、でこれが、はい、ご名答ですね。正しいのはこれです。今金融機関ですか、私ね。金融機関違うんですか。金融機関のあれだったから、信託会社の特例で、信託会社の特例でね、金融機関は、それぞれ内閣総理大臣の免許登録や認可を受けているので、宅建業に営むのに改めて免許を受ける必要はありません。国土交通大臣に届け出することによって国土交通大臣の免許を受けたものとみなされますということですね。そうですね。でこのため免許や免許取り消しの規定については適用されませんが、それ以外は宅建業法の規定は全て適用されますね。はい、でさっきこういうふうに、免許が必要ないというのを紹介されましたけど、はい、で適用さ、信託会社は宅建業法が適用されますのでね、だからこれは国の機関が適用されないということ信託会社は、免許は、ね、国土交通大臣の届け出でいけるかもしれませんけど、宅建業法は適用されるというふうに覚えておいてください。それがちょっとパブリック的な機関との違いですね。はい、じゃあこの問題を、40秒でお願いします。その通りです。はい、ここですよね。自らね、所有者で、ね、賃貸の場合は免許は必要いりませんよね。はい、じゃあ4番、はい、これを40秒でお願いします。金融庁は違います。そうです、その通りです。国土交通大臣ですね。その通りです。さすがです。大体後半になると皆さん引っかかりまくりになるんですけど、なんか後半が強いですね。はい、その通りです。はい、ではこの問題を、2分でお願いします。
あ、はい、じゃあ解答入りますね。はい、これ正しいもの、ね、まず1番、アスベストですね、石綿、はい、に使用されていない旨の調査結果が、されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借り主に説明しなくてよいと。これは×ですね。まず調査結果が調査しているかしていないかの記録がありますし、調査しないなら調査してないという説明もしなければいけないので、どっちみち何かしら、説明の有無とかで、そういう必要表記する必要がありますね。だからしなくてよいというのは間違いですね。はい、で2番、建物の賃借の媒介において当該建物が宅地造成規制法の規定により指定された宅地 造成宅地防災区域内あるときは、その旨を借り主に説明しなければならないと。はい、これが丸ですね。はい、造成宅地防災区域内あるときは、ですね、読むと、宅地または建物の売買交換賃借の売買代理では、当該宅地または建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を35条の重要事項として説明しなければなりませんと。要するに、宅建業者のすべての取引説明義務の規定には、造成宅地防災区域内にあるかないか消費者に確認される、させるものなんですよね。だからこれ結構多いですよね。その造成宅地防災区域であるとか、あと津波のね、あるとか、結構ね、深くは説明しないんですけど、どっちであるかっていうね、ことはね、説明しなければありませんね。で、3番、これ、多分これが引っかかりやすいかもしれませんね。平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定、確認検査機関、建築士登録、住宅性能評価機関、または地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を、買い主に説明しなければならないと。これ、これを覚えておいてほしいんですよね。一番最後のものでは、昭和56年6月1日以降に新築工事を着手したものを除くなんですよ。耐震診断、ここからね、法律が変わりまして、ここからは逆にあれなんですけど、56年6月1日より以前ですね、以前のものが説明義務があるということで思っておいてください。ここだけそうですね、アスベストもいついつとかそんなのないですけど、耐震診断だけありますね、これがね。今年は多分インスペクションというのが新しすぎて出ないので、来年出ると思うんで、逆にアスベストか耐震は今年は出るんじゃないかなと思うんで、ここはちょっと見といてもらった方がいいと思います。結構似てるんですよね、その問題の出し方が、インスペクションの、はい、4番、宅地の売買の媒介において当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買い主に説明しなくてもよいと。はい、これも罰ですね。瑕疵の担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結などの措置を講ずるか、講ずる場合はその内容が、ね、必要になりますし、建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他で措置で、コスト交通省令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合における措置の概要と35条重要事項の説明として説明しなければなりませんと。だからしなくて良いってほとんどないとね、さっきの、耐震診断の56年6月1日以降ぐらいじゃないですかね。はい、ただ56年6月1日以降というものが分かってないと、いけませんからね、それはね。はい、じゃあこれは、
しなくてもよい。まずですね、ほとんど説明しなければいけないと言ったの話とあれで、まあ、結局ですね、調査結果が記録されてな いないんですよね。そうそうそう、調査結果が記録されていないということを説明しなければいけない。あ、そうなんですよ。だからなしと説明すればいいです、はい、だからないよという説明するのと説明しないのがちょっとなんか頭の中で一緒になっちゃいそうなんですよね。それわかります。わかります。記録されていないときは、説明しなくてもよいというのが間違いですね、はい、じゃあこの改変問題も40秒でお願いします。そうですね、35条重要事項として説明しなければなりませんですね。しなくてもよいというところが、ですね、でこれはちょっと引っ掛けがありましてですね、宅地造成等規制法に基づき、ね、まあ、この宅地造成工事に区域されている指定されていない土地、一番下の赤字、都道府県知事が関係市町村長に意見を聞いて指定することができるということなんで、もともと指定されてるんですよね。なので、指定された、造成宅地防災区域内にあるときは、都道府県知事にっていうふうに入れて、するとなんか、ちょっと、なんかいいんじゃないかなと思っちゃいがちかもしれませんけど、こうなんか余計、都道府県知事に、指定されているんだという、もともと宅地、その造成宅地防災区域っていうのは都道府県知事に指定されているんでね、なんかこれを増やすと、じゃあ知事に指定されているんじゃ、だったらいいんじゃないかと思っちゃうかもしれませんけどね、まあ、こういうね、解説を読み込むとね、ロジックでね、ぶれないようになりますんでね、はい、ではこの3番を、40秒でお願いします。正解です。その通りです。おっしゃる通りです。よく気づかれました。その通りです。はい、こうですね。はい、ですので、その56年6月1日以降にね、以前に回答しますよね。はい、じゃあこの4番を40秒でお願いします。ほとんどしなければならないというふうに迷ったときは、ね、その耐震以外大体ほとんど、ね、こういうケースの場合、ね、しなければいけないと思っておいてもらったら、まあ、その覚え方はあまり良くないのかもしれませんけど、はい、ですね、建物の瑕疵の担保すべき、ね、責任の履行に関し保証契約の締結その他、まあ、さっきの説明とほぼ一緒ですよね。説明しなければなりません。じゃあこの問題を、2分でお願いします。この問題をちょっとわざと出してまして、正答率が 4.3% と非常に少なかったんですよ。です、ね、はい、た
題が難しいじゃなかったんですよね、引っかかっちゃったのは。正しいものはいくつあるかということなんですが、A が B との間に一般媒介契約、専任媒介ではない契約ですね、を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構に登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はないと。まあ、これは×でして、その報告義務とかはね、一般媒介はないんですけど、指定流通機構の登録に関する事項は一般媒介契約でも、記載する必要はないっていうところが間違いですね。はい、で、A が B との間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録した場合、A は遅滞なくその旨を記載した書面を作成して B に交付しなければならない。はい、これも罰でして、登録を称する書面の引き渡しはですね、下に書いてある通り、宅建業者が作成するのではなくですね、その指定流通機構、ね、まあ、我々の用語ではレインズと書いてあるんですけど、そのレインズが作成するので、宅建業者が作成するというところが誤りですね。で、A が B との、専任売買契約を締結し、売買契約を成立させたときに、A は遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならないと。これはちょっと分かりにくいかもしれませんけど、×なんですよね。指定流通機構への通知はですね、1、登録番号、2、宅地または建物の取引価格、3、売買または交換の契約を成立した年月日、ということでですね。登録番号の代わりに、当該宅地の所在を通知事項としているので、そこが誤りですね。はい。で、こうですね、当該宅地の所在は、ね、必要はありませんね。で、これ問題自体はそんなに、難しくないんですけど、結局4番でなしだったんですよね。で、こういう問題で結構ね、選択し、どれとどれが何個合ってるかっていうやつは、なんかなしっていうと結構一つもないのがおかしいんじゃないかと思っちゃうんで、多分ね、この宅建の試験でなしが出たのは僕は直近ではこれだと思うんですけど、この時はすごい異常に、ね、低かったですね。はい、そういうことですね。理由それぞれ誤りなのでね、本当個数問題とか必ず正しいものが一つぐらいあるはずだと、ね、受験者に